お,いいお前何やってんだよお前社長だろ決めるとこ決めてみんな迷わさないようにするのが前のそうだろう何やってんだよお前お前お前いつからそうなっちゃったんだよファンの意見聞いてるかみんなお前のこと心配してるじゃないかどうしちまったんだよ <laughs> じゃあちょっとサいんで僕スタジオ戻っていいですかえ,えここでずっと喋るんじゃないですか今回 <laughs> いや今回ちょっともう<え> <laughs> ふいにサムネ取りに来たらええ感じやったん、ね、でちょっと撮ったわけですあそうですかはい戻りますじゃあスタジオ戻りますはいということで、うん、週5 4時半ですね、ね今日ねじゃあ事件の概要いきますはい事件いきますえー、川西カバーの YouTube チャンネルが消滅とびっくり果てな新チャンネルにファン困惑ということで 困、えー、困惑惑 <laughs>、うん、完全に困惑してかからまましし <laughs> まあまあいいですすじゃあ事件のき川西カバンの川西さんが自身のチャンネルがシャドーバンされているとうろたえ登録,ろた <laughs> 登録者数9万人弱のチャンネルを一旦放棄し新たなチャンネル川西カバンの挑戦を立ち上げるもファンは困惑を隠すことができない状況となっているということです。 の僕見まして、うん、どうですか、それについて、あの意見聞きたいなと思って、今回ちょっと四時半集合しました。うん、あ、そうですか。はい、えー、クソでしょ。<laughs> 正直、あの僕から見ても、クソやと思います。<laughs> まれに見るで、はい。どういうところがくそですか。結論を言うと、うん、あの決めるとことを決めた方がいいよっていう。決めることを決めた方がいい。うん、決めるときは、ばっと決めた方がいい,よっていう。ああ、それ、どういうことですか。<laughs> ぶれへん方がいい,っていう。うん、あのう、言ったら、川西くんが、その、最後に、動画アップしてねんな。川西カバーの、なんていうタイトルやったっけ。えー、あ最近のやつ。うん。一応、それの動画の話を、今、してるっていう感じなんですけど。えー、いつも、見てくださってる、ええ、様に、大事なご報告。っていうことです,そうです。その動画について、今から話すってことですよね。で、その動画で、シャドウズバンされてるっていうことに。 ほんでどういうことですか決めるとこ決めるっていうのはミーティング会議とかってさ決定するやつはら話すまねえか見事にそらったなっていう決定するやつがいてない状況やった決める人おらんかったし三人おったかな川西くん三木くんで保坂さんっていうもう1人の子綿貫社長のところで動画をもともと企画とかやってた子ですねいらっっしゃて、全員 違違っっって、て全員やりたたいいことうどういうところを決めかねてたんってなってんか3つくらい選択肢あったんやか新たなチャンネルの方行くかそれか今までのまま行くかみたいなほぼ2択みたいな感じやろあ3択やったけどさかさんに関してはすごい実績のある方で若くて才能があるというのを背景に持っているので。 これれはバンさてますと僕も長いこと YouTube やってますとそういった中で初めて見る現象ですとっていう中でこんな現象見たことないだからチャンネルは一からやった方がいいですで僕が見る限り、り今の動画のクオリティーいくならば初動10万人10万再生いきますというのがあったから今のチャンネルを一旦お休みして新たなチャンネル作りたい小坂さん。 ミキさんは本音は今のチャンネルをやりながら100万人目指したいっていう言ってる登録者数100万人ねでかんし君は全員気持ちよくさせたいと思ってるで決まらんっていう状況があったといったんシャドーバンので簡単に説明しますとめっちゃ簡単に言うでシャドーバンジでもいや都市伝説ぐらい思ってんねんけど簡単に言うなら SSTikTokYouTube 含め 中でシンプルに他の人に見えにくくするような現象制限でおすすめでいいくらインプレッションって言ったりするんだけどインプしにくくなるそれを通知せずにスパム行為あるいはガイドライン違反が理由で発生する特典の動画やコメントが表示されにくくなりますみたいなあるわけ私ってほんまかなと思ったわけ シャドー版ってまあシャドーバーンってだってグーグルが公式に発表してるわけではないよなうんけどガイドラインとかアルゴリズムって日々変わるっていうのは事実やと思う、うん、でそういった中でグーグルやんかグーグルって考えた時に俺は広告使うやんグーグル広告 YouTube かグーグルってことねうんなるっすよなるときに広告ランクってやりゃ、うん、広告ランク、うん、どういうことですか広告ランク一応 u t 読んでたんですけどこれ、はい、広告ランクのは、はい 日数とかかける上限、えー、クリック単価かける広告表示オプションまあ名古屋何か何かっつったら、はい、シンプルに言うならば、うん、Google 広告でなら大きい会社ほど得るじゃんっていうのを避けるためにやってるねあー。はいはいはい、えー。入札参加だけひたすら上げて、ようするにバッと組んだら、うん、えー、それだけ活性まあ実際そうなりかけてんだけど、うん、でも YouTube とかも、うん、あの公平性を保つためにさ、うん、あの初期のチャンネルでも。うん 伸びやすすくるるみたいなのあ初期始めたばかりのチャンネルは伸びやすいこれ実は Amazon 出品しても最初伸びやすいとかですね公平性たまったのに最初1週間は要するにインプしやすい状況が最初は約束されるわけ200万人登録してるけど最初数すですみたいなあるやんがああいうのはコンテンツよくないあシャドーバンじゃなくてそれはシャドーバンなんでコンテンツがよくない何言ってるかって言ったらコンテンツが面白くないかそういう端的に言うと顔にしかばんの 再生数は結論シャドーバンが原因じゃなくてコンテンツの問題ってこと俺が見たらいいまあ高校のただ僕は歴が浅いからああ言っちゃ YouTube の歴が浅いからまだ2年とかだったわけでしょ <laughs> ああだから分からない<ー>素人意見ですよこれ<ー>までだから僕はあの条件になった時にいや全然現状維持でっていう思う <laughs> ああなるほどね ちなみに保坂さんはどれくらいやられてるんですか。いや、何に僕知なんですよ。その本人がその動画の中で。あの長いことやってるとおっしゃられたんで、でユーチューブいっぱいコンサルされてる方でしょ。だから、まあ、僕はプロという評価をして、ええ、質問いいじゃない。かと思ってるわけです。はい。一回見てもらった方がわかりやすいと思いますね。あ、動画見た方がいいと思いリンク貼っとけば。見てもらった方がいいかなと思うんですけど。で、なんかミーティングの時に、社長やんか。社長ってみんな意見聞くのいいけど、回路かかったかんと思うやんか。で、決めとこ決める。 やめるとかやめるっていうのをはっきりしたらいいと思っとってあくまでうちを例に例えて言うけどミーティングで俺とかが今回の監視識にぶれとったら多分俺スタッフがソース感されると思ういや確実にな今のうちのスタッフやったら特にマーケチームはなあいつらだってちゃんと決めろゴール設定ちゃんとしろ共有ちゃんとしろっていうのをやっぱり徹底してるからさ僕らもそうやけどっていうのがずれたらやっぱりその。 熊本からさ、うん、あ,あの運営の仕方たは、まあ、うちではなかなか受け入れられないっていうそうやるな綿貫社長のチャンネルが伸びた理由と川西、うん、カバンが伸び,伸びないっていう理由の根本的に俺間違いあるなと思ったのが、うん、まずパイが違うねんだよなアパレルとバッグでは、うん、こないだ僕ら、うん、あの動画内であった土井 <laughs> さん土井さんあれでもアパレル業に転が、うん 結構だからそもそもパイが違うっていうところを認識した方がいいよなアパレルはめっちゃ広いしお兄ちゃんあの佐川急便辞める時に、うん、あのバッグの製造を始めますみたいな言われたらアパレルの会社の社長から何て言われたんだっけ、うん、え大丈夫な アパレルの端っこやで言っておられる <laughs> やいやし実際問題 <laughs>、うん、なんかそのさ業界とかをその <laughs> 統計調査みたいなの出しててもなんかおまけみたいなアパレルのおまけみたいな感じの統計会社のやつで俺ちょっと見たことなんだけど、うん、ほんまに大きい業界があって袋込むのこの業界なんもなんかなと思って知られたけど、うん たら5,000億あってそのうち半分がインポートいわゆるハイブランドそのニモもね残り半分は国内のブランドっていうふうになったりするんだけどもその大きい袋物っていうのがあって財布ってこれだけ財布はするだけ袋物の中に入れられてるのああでアパレルっていうのの端っこみたいな感じやんかさらにアパレルの炭だからほんまに何やな銀河系の中の地球みたいな感じやなそうっちゃだいぶちっちゃいからそもそもそこが違うっていうのを理解した方がいいっていうのとあと YouTube に関してさ ちょっと俺、今回俺も集まっても出るからさ、うん、ちょっと喋るけど、うん、再現性強くないやんいや、もう全然ないあのほんまに去年のトレンドが今年突入するとかそういうレベルじゃなくて、うん、こないだやったっ、うん、コンテンツが今回当たるとは限らない、うん、だからウェブマーケティングやったらある程度再現性あるから同じようにしたらまた同じようになるけど、うん、YouTube のコンテンツとかその動画の再生数の伸ばし方って全くないやん全くは言い過ぎかもしれんけど<の>ないやん あのなんかこれって方程式がないねん。だから前成功したからって言って今回も成功するかって言われたら他のジャンルと比べた時に成功率が低いような気がするよな。で,あと運用素もでかいり なその時のトレンドを抑えたかとか,、うん、とか誰もやってなかったことをやったからたまたま行ったみたいなの、うん、あの結論しづこいやつが勝つねシャドーバンとか言い出したら今俺らのチャンネルの方が今シャドーバン状態やな <laughs> おだってあの投稿して3時間ぐらい経っても1000回ぐらい <laughs> <laughs> そんなんで全くうろたえへんやなん <laughs> でかっつったら、うん、コンテンツが臭いからうちもああ現状だから <laughs> あ視聴者が見たくないコンテンツをあのルフしてるなっていうふうに 自責になるわけやんかシャドーバンっていう達責になるなれへんやんこれもうちょい言うならそこの今回ミーティングのやつ言ったらさ俺菅野君俺本音出てたと思うねんか本音が出てたどういうこと俺だって帰り車でラジオで聞きながら聞いとってんけど大体僕は俺はミキさんと100万に行きたいんよってもう言ってんねやんかあれ23回言ったぞみたいなミキって答え出てるやん答え出とってでミキ君も言ってんねんな そララブブなって実は三角関係みたいになってんね三角関係みたいになってん実はでなんかやや察してくれみたいな空気出したい俺は感じてんけど告ってくれみたいな途中でもはや告ってんね途中でミキ君が投げやりかなとってちょっと俺は降りたいだけなんかなと言ったりしとったからさいつもの視聴者の人聞いてたらちょっと寂しい思いすんじゃうかなと思ってで休日伸びてほしかったってのはちょっとやや過酷気になったりしてんねんか川西監の休日で川西君途中泣いたりしててハ <laughs> 泣く人の気持ち理解できひんから、うん、共感できひんねんけど、うん、泣くぐららいっったら維持はったらと思うはまあちょっとね今日今回川西君に強いあれあのちょっとあれになってますけどもうほんまに仲間みたいな感じやんか唯<う>の仲間の戦友っていう俺気持ちでやっとってんけど、うん、だから下手なミスしてほしくないよねほんまに前もそうやけどここ来てくれた時にさ、うん、やっぱ業界のマス増やした方がいいっすよとか言って、うん、一応言って,てんやんか、うん、言った時に「うん 不運命な感じでやってんかあどういうことですか,だからアパレルってその業界マスでかいから、うん、あのいろんな人が興味関心持ってくれるんか、うん、で、もうちみたいなとかカンジックみたいなとか革の,の小物のさ、うん、バッグとかのジャンネルってめっちゃ少ないやよ、うん、やってる人少ないですねで、そこって増えたら、うん、新しい人が、うん 気づくタイミング増えるやん自分らだけで頑張るって限界あるやんうちがあるかんし君があるでここで ABCD って増えていったらさいろんなところで新規がみんなそれぞれさ同時多発的に集めてくれるやんかでそういったので初めて川の小物とかバッグとかに気づいた人が今日もみたい明日もみたいなった時にうちもマイチアップするわけじゃないしかんし君もマイチアップするわけじゃないかでそういったところでいろんなところが っ配信するようになたら毎日初めて川小物とかこんな業界あるの職人あるんだとか例えばちっちゃい子のカッケーってなった時にさ毎日いろんなチャンネル見れるように回遊できるようなシステムできるやんっなったら自分のところでうわ何とか新規増やすなっていうよりは業界全体でまず広がった方が初めての新規のお客さんのファーストポイント増えるやんワタッチポイント。 ってやる方が俺は効率よくないと思ってんだけどいやそうやもう確実にそうやと思うあのマイケル・ポーター先生もそういうふうに言っても競争の戦略の中で今俺らは業界ちっちゃいから手組まなあかんねん競,競争にもなってない実はうん、うん、でライバルにもなってないね、うんそうだから<で>自分だけ伸ばすの無理やんな今現状だからほんまみんなで大きくなるしか無理やねんなで戦略だしみんなで一旦あの認知してもらうっていう業界全体でまず広げるっていうことをせんね、うんがまずはうん、うん、でそっから競争って始まる、ね、そうそうそう。 競争始まった今の順で我が業界は残念ながら村木さんのも結構いろいろやってくれてるやんかああいうのをみんながやることによってお客さんあるいはこの間ステータスさんとか言ってんやんか時も「動画やりましたよ」とか言ってお話しさせてもらったりとかそういう理由はやっぱりいろんなお客さんがんかぼーっと携帯の間に開いてる時に見るタイミング作ってほしいねんなそういうことですよねじゃそのの業界活性化につながるし 社会で、人間関係で疲れた時にさ職人っていう職業あるんだみたいな家でミシン一つでやり過くろうとあるんだって気づいてもらったらさそういう人の心の救いにもなるというかっていう機会を増やしたいからライバルというか業界の認知度を確保しうがいいんじゃないと僕は思ったりするんですけどね考え方違うから共有できないけど僕は意見としてそうもとって。 そもそも100万人行きたいって言ってる動機がいまいちよく分かんなくて俺どういうことですかうちはこんな言い方したらちょっと YouTube の視聴者様にあの失礼な表現になるかもしれないけど僕たちはそもそも株式会社潜入をあの売り上げ上げたいと思ってるんですよゴールとしてで大きいゴールは世界一のブランドを目指すってってやるわけあのそのために何するかっていうのま考えとって売り上げ上げましょうで売り上げ上げたら例えば仕入れの取引先とかにもしっかり ええお支払いして、途絶えることがないようにできる。で業界に対してはね。で職人においては業界の水準の給料が低いから、あの売り上げ上げて、え利益残して、中で生産することによって、えみんなに還元できるようなシステムを作りたい。例えばユーチューブとか、空いたものに対しても、このカメラもそうだけどさ、いろんなところで、え満足できるような、え運営できるようにお金回したりとか。 そのえ一番最大るもんは、まあ売り上げ上げるっていうところに行き着くんですけど、ユーチューブは売り上げ上げるための手段一つなんですよ。まあ世界一のブランドを目指すため、従業員の給料アップするため、そういうための手段ですね。で内製化してるのも、外部の人にお願いしたらさ、やっぱ部分最適しかしてくれないんですよ。どういうことですか？部分最適だけ。どういうことですか？でだから極端な手ならばさ、株式会社整の全体で俺ら見るやん。俺もお前も。でもユーチューブだけで見たら、例えば。 過激なサムネにししまょう過激なタイトル入れましょうあるいはチャンネルを新しくしましょうみたいななったりするけども全体で見たらさ YouTube の視聴者の方ってうちの作品買ってくれてお客さんもあるからさ上から見た場合にそのお客さん各個視聴者さんも満足いくような設計せなあかんと思うねんからお客さんが自分のバッグを持ってた時にさ例えばそのバッグを批判するようなこと言ったら。 言い切するんかどうかなっていうのは全体で見たときに考えなな。うん、<laughs> まあ俺らちょっと知ってるときやるからあげけど <laughs>、うん。でもそれは俺らは一応自分らでやってるやん。いいハウスの中で、うんうん、それを外部の人から見たらさ、うんうん、そこだけ採点がするからもっと全体見てるって場合があったりするやん。うんうん、まあそう、ね、だって目的が変わったりもするよな。例えばその動画編集して YouTube を担当されてるだけやったら <laughs>、うん、その例えば鑑識君のチャンネルを100万人登録に行ったら、うん、その後おお俺は100万人登録のチャンネルを作った人っていうふうに言ってまた次の仕事取っていけるけど、うん、そ,のそれがすなわちす,すべてを切り捨ててやる必要はないもんなブランド全体で見た時にまずミーティングする時に。うん アウトトプッちゃんとして良かったかなと思うのが100万人目指しますと目的はこうですとやり方はこうですまで言った方が良かったんかなと思う目的があんまり不明瞭な感じだったよねその100万人行ったらどうするとかはなかっただからそれぞれがそれぞれの立ち位置でやりたいこと言ってただけになるんちゃう僕らインハウスやってるじゃないですかあやってんかって言ったらいなですよインハウスっていうのは全部内製でやるたですよねでこれめっちゃ今維持でやってるんですよねももう大変でですその撮影全部ああとと 生産もってますからね、お客さん一部迷惑かけたりしてほんまに申し訳ないと思ってるんですけどこれ耐えてやることによってこのシステムがきっちりできたらパクられへんねんって簡単にムズいんで簡単にでこの方法当てはまったら仮説ですけど例えば外国でも同じ方法と当てはまるかなと思ったりして例えば A という国で内政化で職人でっていうシステムをそのまま引っ越したらそこの国の人でこういう有事のシステムでもできるへんが。 っていうのを各国に広めていきたいっていうのを取って内政化と維持でもやってるんですよそれなぜかってったら世界一のブランドを目指すという大きなゴールがあるからで、そう向かってみんなあの向かってるって感じだこの間嬉しかったの昨日かな休み明けでいつも支持候補ボ永久基本って言ったりするんですよ長期で守ろうっていうポリシーはい。一応言いますか今言いますか支持候補ーボ永久基本っていうことで挑戦ってことね挑戦 ちょっと頼むでマジ新しい技術を積極的に取り入れできない難しいといった先入観を捨てとことんやり遂けろ想像想ものづくりに携わる全ての気持ち人の気持ちを想像し新たな価値を想像するとこれ想像って字んですけう造語にしてるんですけど最後約束約束は小さな約束も決して怠るんと約束は最後まで守り抜くこれ絶対守ろう覚って言ってね覚えてるっっていうのがあて えー、読み上げた後に、うん、最後、うん、みんなを鼓舞するように一言言っちゃってよってあじスタッフにね。いうわけあの一<ー>人今日じゃあ今日誰だか言ってって<ー>言ったら、うんえー、その子が連休中。うんうんうん キムタクのグランンってかかよらん見ましたっつって「今更キムタクかい」って言うけどやっぱかっこよかったですってドラマもよくて三ツ星の職員になるっていうのを目指してやってましたと「俺たちも三ツ星の職員目指すぞ」って言って「泣くそうてったいやそウやな」ほんまにうれしい俺泣くって言ったらそこちゃうかな同じ目的を共有できたっていうのに喜びてお前でかいなっていうのがんか100万人達成するっていうなんかおぼろげなゴールだけなあのんとなく見えとって。 例えば富士山の、富士山のボールを出ときに、うん、3人が3人と違うルートに行こうぜって言ってる感じはさあああまあやなで寛しくしちゃちょいからさ、うん、こう行くぞみたいな、うん、言ってほしいわけうんそうやな, <laughs> うなああなかったんと思います、うんうん、で何かコメントコメントちょっとなんかどんな感じなんですかいや俺ちょっとコメント欄ちょっと見ようかなと思って、どんどんお客さんのものこそ言ってるらおと思って、はい、今まで正直さちょっと川西しもこうした方がいいっていうのをちょっとこの動画で強く言ってる感じなんでこっからちゃんと救っていきたいなと思いますねヒロさんあの、コメント欄 あの反論して言ってくれるなら。反論しますか、じゃあ、この点で。全部、あの川西君の味方になって、やっていってください。 でもただコメント欄すごい多いからさ俺これ決してシャドウがされてるとやっぱ思わんだけど、ね、434とかでいいんと、ね、か <laughs> <laughs> ちゃんとリーチしてるよな僕らは今回コメントいかないですよ、うん、だから応援しようと思われるキャラなんちゃんやっぱりな逆に俺そういうのいいんかなって思ってんけどその俺らはっきりこうするみたいな感じが多いやん、うん、じゃなくてなんかふにゃふにゃしちゃった方がみんなコメントし,しやすくなるやんこうした方がいいみたいなアドバイスでまあ心配される方が応援しようと思うや、うん YouTube 的にコメント多い方が伸びやすいやん やっぱこの動画の管理社長とミキ、えー、さんの思いがすべてです。書いておからました。ミ、うん、さりげ人そういうこと言ってんじゃんどうですんだけど。なんか反論できることないですか。あの、あの管理司救ってくださいよ。反論します。はい、仲間なんでね。管理社長はユーチューバーになりたかったんですが、ミキさんと二人でサングキ弁でカバンへ伝えてほしい。反論します。<laughs> 管理司くん、ユーチューバーになりたいです。<laughs> <laughs> YouTuber になりたいんかい。じゃあ次反論いけますかなんか。いやなんかあのけ今日応援カメラやっぱ多いよやっぱり。もらい泣きしてる人もいる。やんもらい泣きあ関司泣いてだから。うん。もうこのいきますか。うん。企画力企画力って彼の企画力ってそんなに猛進するレベルですか。え急に社長室に突撃してあたふたスタートするのは新進工房さんのばクりでしょう。これ反論してくださいね。反論します。はいどうぞ。支持コンパウです。いや反論ちゃうやんけそれ肯定やんけ。 気になったんが、うん、あの新しいチャンネルですか。あ<ー>、これきゅうりですか。か川西カバーの挑戦っていう新しいチャンネルの方ですか。挑戦休日社長かあ、でもこれも五千二百人登録されてるじゃないですか。う,んうん、うん、意味のないし、スイファスナー。ユニクロのカバン、雨の日、全く使えないです。コメントっていうタイトルやねんけど、うんうん、なんか前の動画で、えー、シャドウーバーンされる理由に。うんえー と煽るようなサムネ、うんえー、批判するのうなサムネ、うん、タイトルがあるからいけないから変えましたっつってるけど、うん、新しいチャンネルでそれやってなって今不意に思ってちゃいけないですよちょっとびっくりしたけどそれで言うならもう一個思ったのが <laughs> 今のチャンネルがシャドーバンされてると、うん、次のチャンネル、うん シャドーバンされへんっていう根拠はあるんかなだってガーシーさん言ってるじゃないですか1回バンされてどのチャンネルもすぐバンされてたからなその後ああそうやな、うん、追いかけられた結構そこまで手出させてやられるもんな、うん、これが新しいチャンネルかなまあ初速10万って以上聞いてたんですけど、うん、まあなかなかそこは1.2万2万,2万1万6000とかやねんけど、うん、まあこれはあの、まあ、何らかの あの、グーグールに切られてってっこことと <laughs> そういういいじゃないやろまあ、とめて言うとこう新しい動画のんて、うん、保坂さんに対するこの批判的なコメント多いと思うんねんけど、うん、僕は、うん、あの保坂さん1ミリも悪くないと思うんですよ、うん、なぜなら害虫さんだから害虫さ人の若い子の責任を負うってまずおかしい話で僕は決めてる社長の責任を負ってるんです全てね。<ー>例えば、うん 納期があっっって、てて外に例えばバッ作お願いするでししょきまた納期遅れたらそれ、外注さんのせいにするパートナーさんの。いや、すいません。クオリティー悪いって言われても、悪いのそこじゃなくね、こっちじゃない。だから、批判する人間違ってるんですよ、これ、コメント欄にと。ああ、そういうこと。穂坂君、その性格でそこに存在してるだけやもんな。そこにいてるだけやそれを川西君が採用してるっていうだけで、チョイスしてるって感じやもんな。全てので俺、社長の責任と思ってるんで、全部 別になあ俺やったどうするかっつったらコメント欄見てやっぱり見てくれてる意見聞いた方がいいなと思うなまあまあまあそうやなかなりものづくりもそうお客さん意見うちめっちゃアンケートするやん何ならワンオンワンでインタビューとかするやんかどうですかみたいなないがいいですかダメですかみたいなめっちゃ徹底的に聞いて作品作るとりするんですけど YouTube も一緒でコメント欄とかアンケートめっちゃドンってするうちもでそこであまりにも多いやつっていうのは一回考えた方がいいと思うまあそうやなここんだけ言われるってとは 例えば川西君と保坂さん合わんのかもしれない性格というかそのチャンネルというか方向性がああだから俺ここまで自分のチャンネルで取引先の若い子がこんだけ批判されとったら俺謝るわその子に、ね、めっちゃ申し訳ないですひょっとしたらうちのチャンネルで携わってもらったら、うん、あの君の今後のキャリア傷つけるかもしれないこんだけ QTR、うん、するコメント来てるからっつって。うんうん 視聴者の意見は真摯受け止めようと思ってるからうちと他に会うチャンネルに移動した方がいいんちゃうかってだからうちとはもうやめようみたいなこと俺はっていいと思うだってかわいそうんこんな言われたらすごい実績もあって経歴も長くて若くて今後もすごい伸びていくねんからさ他にも見れる可能性あるから俺は俺はやで社長の責任やからこんなに気がにコメントがあるんやったらその子に対して非常に申し訳ないしその判断した自分をやっぱり責任者として ちゃんと対応しないといけないと思うから俺はそういうふうに言ってあげた方が本人の今後のキャリアに傷つかずに伸びてみていると思ういやチャンネルよりも腐るほどいっぱいあんねんからで伸ばしたって実績もあんねんからさ穂坂さんにおいてはなたまにさあの間違っててもマイワンタイプっているよっていうコーナーだなって思っするそれをもうちゃんと見分けていかなからな まあ僕は一業界の仲間として僕は同じチャンネルで頑張ってほしかったっていうのがありますねでもまだ3か月止めるって言ってただけやからまあ一旦休んでるだけで、うん、今ちょっと様子見聞きかなんか分かんないですけど、うん、彼女もパチンコやんのかな、うん、なんかあのこのパチンコを大出へんかあかん大出へんかったから大、うん、出へんかったからあかんってやるのが一番負けるっつってテから <laughs> <laughs> か分かってるはずやねんけどな本人も。うん、小坂くんがバタヌキさんのチャンネルを伸ばし たっていうのがめっちゃ強いんじゃん。自分で言ってたで変わんないんですけそこにおいて、そこは、うん、和田之さんの喋りが非常に良かったからっていうのも言ってて、小、うん、坂くんの小、うん、坂さんが、うん、の吸収力いいっていうもうちょい言ってるけど、うん、ちょいちょいさ、関連つうに、ん、さ,さ。 でも俺と穂坂君喋ってたら「不可能ならんのよ」って言ってんねやんか <laughs> なんでほんならティ君を選ばへんのそこまで言ってない、うんのにんで結論入り口と出口いつも違うんです、ね、ああそやなで途中もパンチ君選択肢は3だろう3っていうのはその監視官90度伸ばす、うん、っていうの言ってんねんけどなんかあの2人の話聞いたらうーんってなっていくねんから <laughs> あの会議1分以内に終わらせる自信あるけどな <laughs> え多分それうちでやったら例えばお前が言ったら俺めっちゃ喧嘩すると思うし、うん、俺が言ってたらお前めっちゃ言ってくれ その新しいチャンネルやろてか全員言うと思うよなてかデータはってなるもんまずうちだったら根拠出せってなるしデータはってなるし論理的じゃなかったら排除されるからうちのこないだのコジハルの時にインタビューでアツシとかさ「あいつらだらヒロさんそれなんか根拠あるんですか?」とか「データあるんですか?」ってやる目的なんですかめっちゃ言われるでな実際シ君に聞いたら新作を論チするために最低50万円の損失になります インスタアップしてくれたガッキーとかも、ちゃんと、あの、方向性決めてほしいです。か、うん、多分言うと思う。うん、言うと思うな。じゃ、えっと、やる方迷うんで。うん、えー、俺正直な、非常に寂しい気持ちです。今。いや、で、思うけど、また戻ると思うで。あの、川西カバの休日を、伸ばそうの結論に絶対至るはずやで。あの、なんてやねんって思ってます。お前。じゃねんだ <laughs> <laughs> やあかんじゃ。<laughs> ななな、んんでそう白黒で判断するの <laughs> グラデーションでもうちょっともうほんま何やな<や>ほんまに川西君の愚痴みたいになりすぎてあれやねんけどだから川西君の意見嫌でちょっとコメント拾おうと思ってもさ<ー>なかなか反論できるのもなかったしだから結局あのな <laughs> 結構正論やねんなコメント欄見ててもいやコメント欄そうやで愚痴<あ>もそうやけど川西君を応援してるコメントと いやこの方向性間違ってるんじゃないかっていうこの応援する方も正論やん、うん、もちろん、うん、でそのこういうふうにした方がいいんじゃないかも結構全部正論やねんなであの一番悲しいのは、うん、何も言わずに去っていく人、うん、この人は止められへんからとう言ってくれてるだきありがたいと思うんで僕はただ僕たちも全然伸びてないんで、うん、まあコンテンツがつまらんのだろうと思いますそうですね現状だからまたあのまた会議して頑張っていかないといけないですね、うん、って言ったけど僕は会員証を救いたい、うん シンプルにどう救いいた相談しですね、やっぱりうちも相談してどっちかになら YouTube もこんなんなんだけどとかあるいはその生産の部分っていうか共通項多いからさ下請けからスタートしてオリジナルやって YouTube やってて一緒じゃないですか。で川西くんもうちパクってうちも川西くんパクって別の普通にやるじゃないですか。っていうのもあったりとかしてやっぱ頼りにしてる部分も多いわけよ。やっぱり特にに俺とかはない キャラクターポップスはすごい持ってらっしゃるしコメント欄見てもやっぱすごいさあの親身になってるコメントばっかりだったさ親身に応援してもらえるというかで、この間盆前かな一回はじけた動画あってんけどみんなうまくついてきてくれないんだみたいな言ったりしたけどあの動画は俺の時は曲笠やったなと思って自分ででもコメント欄の量であの判断するべきじゃないと思うけど量で言ったらうちの4倍ぐらいあんねやかコメント欄コメント量くん だそんけ愛されるキャラだと思うから泣くぐらい熱い感じを持ってらっしゃるじゃないですか相談すらいって増えたらまた余計迷うかもしれないけど気軽に相談してほしいなと思ったりしてますねそうすね言うてルーツ一緒やしっていうのもあったりするんで今コーナー思ってんねけど例えばシャドーバンドに関しても「今前とこどうなたい聞てくれら今うちこんなんすよ」みたいな言えだと思う「チャンネル新しくしようと思ってねって言った時にまあ僕は僕で「今のチャンネル我慢どうすか?」みたいな言えだと思うしじゃあんかあの一発なんか。 企画なんか立てますみたいな、うん、話もできたと思うし、うん、あんまり言ったらこう、鬼よけないんじゃうだけだから言われい,い方がいいと思うけど、うん、もうほんまなんかマジでさ、うまくいってほしいわけよそうやな、救いたいななんかあった時にうちも救ってほしいわけそういうこと、ね、だからなんか、うあの前の動画あった時、彼女がパッと来てくれてやんから、うん、わざわざ香川から、うんうん、感じで来てくれて、いろいろ喋った時にさ やっぱミキ君はミキ君すご優秀やと思ったしそこはカメラの設定とかったまにできて企画も立ててくれてあましこんななまししみたいかもミキ君のあれでこの撮り方にしたしなミキ君はそういうふうにみんが見たいって言ってくれたからだから非常に優秀な方だと思うんでミキ君も保坂君もこのスタイルとか今まさにこの使ってるカメラもあれだからミキ君に教えてもらったやつだからこれの方がいいでってってカメラ重たいでとか言ってやってくれたやつだから。 僕らがなないいやりたって言うて同じような規模の会社じゃないですかだからマネジメントにでも「お前らどうしてうみたいな一応先輩やからさ川西君がね年齢的にもそうやしこっちから何か最後のやった方がいいですよ偉そうやからさあんま好きじゃなくて俺気軽に言ってくれる間から気づきたいなってマジで心から思います持ちつつコメント欄見てたらほんまに愛されてるなと思うんであれちょっと羨ましいなとも思ってます僕は最後までご視聴いただき 新進行え年内に100万人登録目指してます。言うてること一緒やけど10万人僕らは目的ちゃんと明確にしてますもんね僕は目的明確にしとって10万人達成したら何やるかまで一応言ってますほんで10万人達成するのは増やすのは売り上げを上げるためなんでね増やすのは売り上げ上げるためプラスアルファ例えばこの業界に入ってくれるっていう人の可能性を広げたい根拠にやっています YouTube っていうのはね 年末までに…ちょっときつきつなってきてるけどきつなってき多分難しいと思うんですよね、うん、一応10万に目指しています、はい、残り今92977人かも、うん、なので、うんえー、あと約7000約の方がクリック、えー、登録してくれるとなると思っとてて、うん、今まだ CZ コモの,のチャンネル見とくから7割出るんですよ、うん、で7割の方が、えー、お勧めに上がった時だけ見ようかなって思ってらっしゃるところのあなたが、うん チャンネル登録をポチっと押してくれるだけで、うん、えー、一瞬で二十万人となるんですよ。うん、計算上ね。はい、え十、ー、万人達成した暁には、うん、えー、マサさんが十万人登録記念の、うん、まあいかついバック作ろうかなと。株式会社千人としては、十、うん、万人達成ありがとうセールみたいなのもうやろうかなと思ってます。うんはい、えー、皆様今後とも引き続き。 悲し方もぜひ応援してほしいです。心から応援してほしいと思っております。そのわけで今日こんな感じになりましたがほんまに打ち合わせなくやってるんでただただ思ったことを感情のまま喋っちゃうっていう聞く人にとっては本当につまらない聞き苦しい動画になったことをまずお詫び申し上げます。しかしながら僕たちも熱い気持ちで YouTube やってるんでそこはどうかご理解してください。いそんな感じでございました。